思議聞き迫る江戸テトラ夢。はぁ、登校日も今日で終わりか。疲れた。お疲れさん。ランのクラスはどうだった？別に普通、いつもと変わらないよ。ランはクールだな。外はこんなに暑いのに。溶けそう。まあいつもと変わらないならいいよ。登校日も終わったし、残りの夏休みは思いっきり遊びたいな。マカ、宿題ちゃんと終わらせたの？ふふん、終わってるよ。モカはこういうとこしっかりしてるっていうか。なんかずるい。ああ、宿題か。私まだ少し残ってるんだ。実は私も。私も。なんだ、みんなそうだったのか。ひまりは？ひまり？終わってない。え？私、宿題全然終わってないの。どうしよう、残りの日数で終わる気がしない。どうしよう、っていうか助けて、一生のお願い、みんな宿題手伝って。一生のお願いって。ひーちゃん、こんなところで一生のお願い使っちゃっていいの？いい！だからお願い、手伝って。わかったわかった、から落ち着けって。トモエ。はいはい、手伝うよ。私たちも終わってないところあるしさ。ありがとう。てか、ひまりって宿題放置するタイプだったっけ？珍しくない？確かに、バンド結成した中2の時とか、みんなバンドにのめり込んじゃって宿題全然やってなかったけど、ひまりちゃんだけはちゃんと終わらせてたよね。今年もちゃんとコツコツやってたんだけど、どうしても数学で詰まっちゃって。高校生になってから数学って前以上に苦手になっちゃって。確かに、高校の数学は中学の頃より断然難しいよな。やらなきゃって思うほどついつい遠ざけちゃって、今に至るって感じ。うん、もう海とか行ってるから。はい、何も言えません。なんだよ、もっと早く言ってくれればいいのに。まあ今そんな話をしてもしょうがないけどさ。みんな、この後の予定はどうだ？時間があるならみんなで宿題を片付けよう。いいよ。私は終わってるけど、暇だからついていく。私もできれば手伝ってもらいたいな。よし、決まり。それじゃあ今日は宿題の日。すぐんち借りてもいいか？うん、もちろん。みんな、本当にありがとう。この恩は一生忘れません。また出た、一生。うちで甘いものでも食べながらみんなで頑張ろう。はい、甘いもの甘いもの。ひーちゃん、ケーキは宿題が終わるまで目だからね。聞き迫る江戸瀬戸な夢か美しさ見極めてゆけ。大胆不敵吊り橋理論、アドレナリン飲み干せば奏でる愉快なカプリチオ。ヤバさミステリー七つの不思議聞き迫る江戸瀬戸な夢か美しさ
思議。聞き迫る江戸瀬戸な夢か美しさ見極めてゆけ。大胆不敵吊り走りのアドレナリン飲み干せば奏でる愉快なカプリチオ。ヤバさミステリー七つの不思議。聞き迫る聞き迫る江戸瀬戸な夢か美しさ見極めてゆけ。大胆不敵吊り走りのアドレナリン飲み干せば奏でる愉快なカプリチオ。ヤバさミステリー七つの不思議。聞き迫る聞き迫る江戸瀬戸な夢か美しさ見極めてゆけ。大胆不敵吊り走りのアドレナリン飲み干せば奏でる愉快なカプリチオ。ヤバさミステリー七つの不思議。